お手紙もたくさんいただきました。おはがきもこれは責任を持ってご返事しますけど、実は電報がその中に入ってまして、電報ってのは読みにくいんだよな。どこで切っていいか分かんない。どうしてメガネをかけないの。電報は読めるんだよ、カタカナだから。楽しみにしております。ぜひローマの思い出を。篠崎さん、ちょっとこのね、ローマの思い出というのはね、去るところでちょっとお話はしたことがあるんですけれども、電波に乗せるのは初めてじゃないかと思いますから。この方は何か関係が終わりになって。いや、そうじゃないでしょう。その話をどっかで聞いたんでしょう。こういうことなんです。パリからローマにね、ヨーロピアンエクスプレスという汽車が走ってますね。で、僕はパリからローマに向かって乗りました。で、向こうはほらコンパートメントだから、小さな部屋が並んでますね、汽車で。その部屋に入ってくる人もいれば、また出てくる、乗ってくる人、降りてくる人というふうに人が変わってくんだけども、パリの街で僕の目の前に座った女の人がフランスの方ですけれども、ずっと乗ってるわけで、僕はこの人はローマまで行くのかなっていう気がしたけれども、僕も言葉は不自由だし、こちらもフランス人で英語は片言なわけでも、とても風情のいい人、ジャンヌ・モローっていう感じの人がいました。怖いけど時間を挟むね。僕のジャンヌモローですからね。で、その人がほら話にはならないわけ、なかなか話が弾まない。でも目が合うとにっこりしてるという感じで、しばらく汽車は走ってて、外を見たり目が合ったりして、その目をそらせたりして照れてみたり、いろいろしてました。そうこうしてるうちに、その彼女がガラス窓にね、寒かったんだけど、ガラス窓に一生懸命こうやっておでこをつけてるわけ。だから頭が痛いのかなって僕は思ったので、初めての言葉が言うを越してね、日本の薬でよかったら薬を持ってますがって言ったの。そしたら彼女が、とてもありがたい、いただけるものなら。で、僕は車掌さんに行って水をもらってきて、でその日本の頭痛の薬を彼女にあげました。そこからほぐれ始めてね、どこまで行くんですか、ローマまで行きます、で僕もローマまでですっていうふうになってったわけね。で、主人が大学のプロフェッサーで、私は休暇で友達のところに行きます、で僕も友達のところへ行きますっていうようなことを片言で時間をかけて話してたわけ。でもすぐ話題が途切れちゃうの。片言同士だから話題がすぐ途切れる。だから途切れるとね、しょうがないから、でもお話できてよかった、それから目が合うと、あなたは綺麗だな、で本当に綺麗だなって、これ日本語じゃ言えないけど、片言の英語だとシャーシャーと言えるのね。で、繰り返し繰り返し言ってるとね、不思議なもんで、だんだん情が通じていくんですね。で、目が合うたんびに、本当に綺麗だって言うと、まあなんて言ったりなんかしながら、で、僕はそのパリに近づいて、ローマに近づいていけば行くほど、この人と食事がしたいな、夜静かにどこかで二人でいられたらいいなというところまで行ったわけです。そのうち彼女も気分が治って、で、ローマのテルミナですね、終着駅、映画で言えば、で、あそこに着いたわけ。で、僕は頭の中で、あなたと一緒にここで別れないで食事がしたい、一緒に夜を過ごしたいってどういうふうに言うかっていうことを一生懸命英語で頭の中に組み立てました。で、組み立てたんだけれども、ローマ、大体イタリア人って気が早いから、タクシーがどん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 来て、どんどん乗せて、どんどんちょっとでも乗り遅れたりすると、パパパパパってやるわけね。それで、それを言おうと思うんだけど、行列のスピードが速いから、なかなか言えないの。言えないうちに彼女の前に車が止まって、彼女が乗ったんです。で、もう言えないから諦めてね、言葉が不自由なのは寂しいなと思いながら、さよなら、楽しかったって言ったわけ。そしたら、なぜって言うの。車の奥から。で、なぜって言ってもさよならって言ってるうちに、そのタクシーの運転手がまた気が速くて、ペペって言っちゃったわけ。で、彼女はなぜって言いながら走り去っちゃった。で、僕は、汽車の中が楽しかったからいいやと思って、友達のところに行って、5日ばかり過ごしました。で、最後の日にね、ローマからカプリ島に行って、ポンペイ回って帰ってくるっていう、行ってみれば、箱根に行って一泊して帰ってくるっていうバスツアー。で、それに乗ったんです。そしたらいたの、その彼女が。一人で。それで、うわーって言って、会えたって二人で、そこにいました。その時に、バスガイドが素敵だと思ったのはね、バスガイドが来てね、ちょっと二人とも来てくれって言うんです。それで、実はこのバスを申し込んできた人は、みんな他の人はペアだ。新婚がいたり、老夫婦がいたり、みんなペアだ。一人で申し込んできたのはあなたとあなたで、あなたたちがいると他のペアが気にするからね、帰ってくるまでこのバスの中で二人で恋人同士になってくれ。恋人ごっこをしてくれって、ガイドが言うんで。それが もちろんそうします。それはもう任せとけって言って、二人でその車に乗って、まずナポリへ行って、で、行く間にね、このバスがもう一回ローマに帰ってきた時に、さよならって言えるかっていうのを、これからちょっと直訳調になりますから。で、僕はもちろん言える。この間も言えた。それで、普通に田舎風に見物して、その見物するときにね、お二人とも映画が好きだから言うけども、
ナポリに出る前にちょっと綺麗な別荘地帯があるわけで、そこで僕がね前の年に行った時にソフィア・ローレンの別荘っていうのを前に泊まって写真撮ったりしたんです。これもまた田舎者だね。それ知ってたから。だから、その彼女にね、もう少し行くとソフィア・ローレンの別荘があってね、これはとっても綺麗だって言ってたの。そしたらバスガイドがさ、マイクロフォンでね、ジーナ・ロロブリジーダの別荘ですって言うんで、僕がソフィア・ローレンだって言って。だから、あれ間違えたかなと思ってガイドにね、ソフィア・ローレンじゃないのかって言ったらね、それガイドの好き好きだっていうの。言ってね、でね、いいのよ誰だってって言うんで、アメリカのお客喜ぶんだから誰だって言うんですって言うわけで、そんな話があったりして、ナポリから青の洞門とか行ってカプリ島の夜、そのバスガイドがねホテルに着いてから、明日9時にこのバスに乗ってください、それまでは素晴らしい夜をどうぞって言っていなくなっちゃった。他は全部ペアだから。で、僕はその彼女と2人で食事に行きました。とテーブルにこうナポリ民謡なんか歌いに来るようなこう素敵なところで、で、食事をして踊ったりしてたんです。その時に彼女がね、今日、今夜、何事が起こっても私はそれを避けることはしないって言うんで。直訳なるわね、これは。僕も直訳で、もちろん僕もそれを避けるって、こういうふうに言いました。そしたら、彼女がね、とても楽しいっていう話になって、それでもね、I have a question、質問が一つある。もしそういうことになった時に、私はあなたにとって何番目の女になるのっていうの。豪華で、僕はさ、もう大変困りました、この質問には。だってどうして初めてですっていうのもおかしいでしょ、でちょっと待ってくれって数えるのもおかしいでしょ、だからただ絶句してたので、僕がやっと言えたのは残酷な質問ですっていうことは言いました。そしたら彼女が、じゃあ答えなくて結構です、でももう一つ質問がある、さっきのは答えなくてもいいけども、今まであなただっていろんな人を好きになったに違いない、いろんな恋をしてきたに違いない、一番素晴らしかった恋愛、一番素晴らしかった恋はいつどこでっていうの。で、僕はそれ素直に受け止めて、でこういう恋愛をしてその人と結婚して今東京にいる、つまり僕の女房だ、妻だというふうに言いました。そしたら彼女は、あなたはとても幸せな人ねということで、ちょっとしらけたかなという感じはその時にはしたの。今もしらけた、ね、ちょっとしらけたかなと思いながら、そのクラブの夜が終わりましてホテルに戻りました。で、僕たちは別に、つまりそのツアーに入ってるから部屋は当然別々なわけ、でも困ったなと思いながら礼儀だから、彼女を部屋に送ってきました、そしたら何も言わずにスッと部屋に入っちゃったので、ドアがスッと閉まってきたので、閉まってきたんだけどガチャってロックしてないんです。だから、あ、これはやっぱり押して入ってらっしゃい、やっぱりあんまりはしたないことを向こうもできないからね、どうぞっていう意味なんだろうか、それとも閉め忘れてて僕が入っていくとそれは失礼なことになるんだろうか、そこでもってしばらく考えたん。そしたらそのロックしてないドアがもう一回スッと開いて、で彼女が顔を出してね、もう一回聞くけども、一番素晴らしかった夜は、一番素晴らしかった恋はって、だからしょうがないからさっき話したけれども、それで素晴らしい恋をして結婚してこうだって、しょうがないじゃないか、だってさっき違うこと言えないじゃん、まあいいから違うこと言えないでしょ、だからそう言ったの。そしたら彼女がね、とってもね丁寧にね、私2番目って嫌いなのって言ってガチャって閉めちゃった。で僕は廊下に立ってさ、がっかりもした、正直言うとね。でも半分は、ああ女房のことがこういうふうに言えたんだからいいやと思ってニコニコ寝ちゃったんです、自分の部屋に戻って。で翌朝ダイニングルーム降りてきました。そしたら寝不足の彼女がテーブルのところにいて、他みんなペアだから、しかも僕を呼ぶわけで、僕がその前に座りました。座ったらその彼女がね、日本の男はみんな、つまり野暮なのか、スマートじゃないっていうわけ。それでどうしてですかって言ったら、私は昨日悔しくて眠れなかった、女がね嘘を大事にする時があるということをあなたは気がつくべきだ、あなたがどんな女の人とどんな素晴らしい恋愛をしても構わない、嘘で構わない。どうして昨夜は素晴らしくて、昨夜が一番好きだってどうして言えないんだって。私はそれが嘘だと分かってても、昨日はその嘘が欲しかった。っていうの。で、僕は愕然としてさ、そういうもんですねって言ったら、勉強しなさい。少し年上だから向こうが。で、今度からはそう言いなさい。今度からあなたが嫌いじゃない人と一緒になったら、今が一番楽しいっていう顔をしなさい。今が一番素晴らしいっていう顔をしなさい。お説教されてさ、それで分かりましたって、今後そうしますって言って、また二人でバスに乗って、ぐるぐる回ってお前帰ってきました。で帰ってきて、僕はそのままの足でね、もう空港から帰るはずだった。だからとても楽しかった、さよならって言ったら、空港へ送ってってあげる、で時間聞かれたから JAL の高校ですって言って空港にいたんです。そしたら彼女が来たので、スーツケース持ってるわけね、だから送ってきてくださったんじゃないんですかって言ったら、送ってくパリまで、私もパリまで帰るから、で言うけども、パリで昨日カプリ島でできなかったことができるって言うから、これはできるって言わなきゃしょうがないでしょ、
さあ、ね、だから努力しますって言って、それで、パリへ戻りました。そしたらば日本の団体客が多いせいで、僕の乗る便をキャンセルして、つまり翌日の便にしなきゃいけないわけですよ、うん、そうでしょ、僕は乗り継ぎなんだから、うん、それが翌日がどこ探しても満席なわけ、うん、団体客ばっかり でどうにも便が変えられないので、しょうがないからもう諦めてね、で彼女に謝ったわけですよ。せっかくパリまで戻ってきたけれども、あの飛行機の切符が今日乗る以外ない、明日あの取れないからどうしても乗るって言ったら、そんなバカなことはない、何のために私は帰ってきたんだ、でも僕はもうどうしても乗りますって、ごめんなさいとさよならとありがとうと、とても楽しかったとってこう並べたわけ。そしたらね、じゃあ私もそう強くは言わない、でもあのちょっと時間がある、飛行機までの時間は私に欲しいって言うから、それで車でもって街に出て、でも本当に日本人がキョロキョロ見てようが、もう手をつないで街中歩いて、また空港まで送ってきてもらって、僕は乗っちゃったんですね。そしてその便はアムステルダムに着くわけ、それからアンカレッジ、アムステルダムに着いたらスチュアーデスがね、電報ですけれども、このボーディングキャストに乗ってない、この名前が、だから前から回すから自分の電報だったら受け取ってほしいって言うんで、こう前から電報が回し始めた。僕は一番後ろにいたの、そのスチュアーデスの人と話する、喋ってたり何か、ただキャー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 言いながらお客様が電報を後ろに回してるわけで、僕のところに来たら六助って書いてあるの。で僕はあの本名は六助じゃないですから、あの栄高尾というのが本名ですから、だからこれ僕の電報だって言ったら、もう客席が立ち上がってね、お前は素晴らしいやつだっていうのね。で全文読んだら、つまり帰ってきてほしい、誰も私の涙を拭いてくれないって書いて、それで胸がドキーンとしたんだけど、帰るわけにいかないから、その電報を胸に畳んで、でアンカレッジまで飛んだわけ。そしたらアンカレッジでね、電報が入ってますって言うんだよね。今度はすぐくれたわけ。そしたら、あなたはもっと遠くへ行ってしまった。私は気が狂いそうだって電報な。で、またその電報を、また胸のポケットに入れて、もう映画の主人公っていう感じですね。もうドキ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 しながらね、あの、帰るべきか帰らざるべきか、いや、僕は東京へ行くんだっていう、もう本当に主人公の気持ちで東京へ帰ってきて。で、羽田で荷物調べたら税関の人がね、あ、電報来てなかった？あ、電報入ってます。電報持ってきてくれました。そしたらその電報には、パリから東京はとても遠い、誰だって退屈する、あなたが退屈しないように日通の電報を打っときました、受け取りましたかって書いて、それ3枚合わせて破いて捨てたんだけども、その時は腹が立って、でもね、もうなんて洒落た人だろうと、取っとけばよかった。私ちょっと今お話聞いててね、エスタがロスタルブラッティに見えたっていうのが、ね、これは大変なことだ、リクエストにお答えしましてローマの思い出というのは多分この話じゃないかと思いますけれども、少なくともね、あのつまりすぐ抱きつくとかすぐなんとかって言うんじゃなくてね、僕と彼女のしてたことは会話だけですよ。であと手をつないで歩いたってだけだけれども、あの思い出す女の人のベスト3にいつも入ってくる人、その人は名前は公表できない、その方の、いや別に構わないでしょ、言っていいよでもパリの人だから、でもつまりそういう遊びがね、僕はね、その人はきっとね、あのすぐ家へ、パリの家へ本当はちゃんと予定で帰ったんだと思う。で旦那がもういてね、それでね、変な日本人に会ったよってからかってやろうかななんて言いながら、歌でも歌いながら電話局に電報局に電話してさ、でこの電報は、アムステルダムへ、この電報はアンカレッジへ、でこの電報はあの東京へ打っといてなんて言って、それでまたご主人と遊びに行っちゃったりするような感じでありたいのね。でも私本当のこと言うと半分それでも半分違うんじゃないか、うん、いやでもね、そういうことがあの言葉の持ってる、つまり言葉が言葉以上の力を持つときに歌になったり、あるいは歌じゃなくて実際に力強く抱きしめたりっていう形になってくんだろうけれども、あのやっぱり言葉っていうものの強みとね、言葉の楽しさっていうのをその人に教えてもらったって感じがする。こういう場合どういう言葉を使い回しすれば切り抜けられるかっていう楽しみってとってもあるよ。だから僕、例えば時間に遅れる場合あるでしょ、待ち合わせした時間に、今日どんな言い訳しようと思うだけで楽しくてしょうがないからね。つまり相手を怒らせないで笑わせて、なおかつどの手も使っていない、あのつまり言葉遣いで、説得させるとか、それどんなことでもやっぱり言葉を我々はもっと信用しなきゃいけないんじゃないかと思うんだけど、そういう意味でなかなか使ってないね、特に政治家諸子を含めて。でもあのものすごく高度なね、あの言葉の使い方じゃないと、あのその
シャレとか真意とかっていうのがものすごい間違ってくるでしょ、うん、だからもうあの使われるご本人も A さんだったらこういう遊びができるってふうに考えた女の人、うん、だからそれをもらっちゃった A さんがそういうふうに考えちゃったことでね、いい思い出にしちゃった人でよかったんで、うん、これが一歩間違えるとこれは大変なね、あの遊びにならないとこがあって、今の世の中遊びにならない人が多いじゃない。多いね、だけど例えばね、うん、この間国連でその園田外相が演説してる、うん、日本語で演説してるわけですよね、うん、外務大臣なんだけど、日本語でいいよ、日本語でいいけども読んでるわけです、とにかく終始一貫暗記してほしいね。つまり言葉の強さをね、政治家ぐらい知らない連中、日本の政治家ぐらい知らない連中はいないと思うの。だからそれが洒落た言葉でも遊びの言葉でも口説く言葉でも構わないんだけども、口説きでしょう、要するに政治家の演説っていうのは。でもあの、さ、日本語って本当はもっと素晴らしいものじゃないんですか、ね、本来はね、うん、それがあの本当に綺麗な言葉だなとかいい言い回しだなっていうことに、あのあすごい、あ日本っていう感じ方をちょっともうちょっとしなきゃって気がするのね、今この年になってね、特にコマーシャルなんかにはあの工夫をしているという部分がなきにしもあらずですが、さてこのコマーシャルは言葉をどういうふうに使ってるか。今朝はちょっぴり気分を変えて、エミネントと私の休日、履き心地の良さは永遠のファッションです。男のスラックス、エミネント、ビーバーエミネント、有名百貨店でお求めください。ヨーロッパ風のおかき、バタータンのスミレ堂、楽しい語らいと憩いのひととき、スミレ堂の東京あられ、スミレ堂のおむすびせんべいをどうぞ。スミレ堂の東京あられおむすびせんべいは日本古来の手作りの老舗の風味です。ラジオ寄せからのお知らせです。10月1日日曜日、 TBS ホールで行われる予定のラジオ寄せの公開録音は都合により10月15日の日曜日に変更させていただきます。なお、すでにお寄せいただいたハガキは有効なものとして受け付けさせていただきますので、どうぞご了承ください。コンタクトレンズなら新宿西口小田急デパート前、東京コンタクト新宿店、ユメコン超薄型レンズ、ハイシリックなどあらゆる種類のレンズを用意、紹介無料サービスも大好評です。東京コンタクト新宿店は西口小田急デパート前、電話 209-4646 209-4646。先ほどご紹介しましたように、来月からのレギュラーは川島英吾くん。僕はその川島くんの、つまり生き方、あるいは彼の歌も好きなんですけれども、そのレギュラーっていう言い方をしてしまうと、あの今までリレーしてきたのは、また相川欽也がどこかから出てきてとか、相川欽也につなぐというふうに聞いてくださってた方もいらっしゃるかと思いますけれども、これは、あの相川欽也がやってて、僕が田中で来てるときに、オンエアできなかったことの一つに、つまり彼は、疲れ果てていたというか、異常に汗をかいてね、でもそんなことちっとも、彼は陽性の人ですから、つまり僕はもうもっと前にね、ちょっと疲れてるんじゃないか、ちょっとやめた方がいいんじゃないかっていうことを、つまりオンエアでは言わないまでも、そうでない時に言っていたぐらいなんです。つまり、僕は精一杯生きてるという生き方に関しては、相川欽也の生き方がすごく好きだけれども、そういう意味で、相川欽也が戻ってくるのを、待っていた皆さんにしてみると、来週からのレギュラーは川島英吾くんですというと、何かそこでこう、っていう感じがするかもしれないけれども、僕は、相川欽也と付き合いながら、そろそろ川島君のところへ行ってもいいんじゃないかいという言い方ができるときにはそう言わせてもらいますので、つまり相川欽也は切れちゃったという意味ではなくて、田中が代わり番号に出てきたとしますと、川島英吾という居候がちょっとでかい顔して居直ると、大家がいつ帰ってくるかというふうに、まだ考えてくださっていいんじゃないかという気がします。それにしても、彼も僕も40代半ばを過ぎまして、夜中3時まで、これ合わせてるならいいけどもね、その前まで一日中仕事してて、3時までという体力は、現実にはないような気もすると、いうところが、僕の相川欽也感です。それでは、その相川欽也さんの時から、いつもここで顔を合わせていた宮城健太郎さんの登場です。ご無沙汰しました、健太郎さん。おはようございます。宮城健太郎です。中瀬に来ました。久しぶりに中瀬に来ました。宮城健太郎、しみじみと胸に響く哀愁フォークという、ここにはチラシがあって、はい、鍵っていうの、これは。そうです、キーですね。キーです、カニ。でもね、うん、今僕は
その遠くへ行きたいキッズの杉田ピーコにね、歌詞を昔作ってたんですよ。昔作詞家だったことがある。知ってます。売れっ子の作詞家だったことがある。で、それいろんな事情で作詞家を辞めたんですけれども、作詞家らしいことを辞めてからもう7年ぐらいになるのね。で、それはなぜかというとね、ドドイツ、ハウタ、キヨモト、コウタの言葉遣いの凄さに、圧倒されちゃった時期があるんですよ。で、こんな短い言葉の中にどうしてこんなにいろんなものが言えるんだろうっていう、世界があちらにあるでしょう。で、その遠くへ行きたいなんて素直に書いてた頃が今はとても懐かしかったんだけれども、まあ、昨日までお彼岸だったから、僕の一番好きなドドイツっていうのはね、おすぎとピーコはどういうふうにそれを理解するかだけど、一番好きなドドイツです。女房に言えない仏ができて秋の彼岸の回り道。これ初心者向きなのはまだ他にもいろいろあってね、私の人ではないのだけれど誰かの人にもしたくない、うん、割とこういうのは中学生でも分かってもらえる、前の方がいいわ、ね、うん、じゃあね、寂しがり屋が一本下げて寂しがり屋に会いに来る、うん、でもなんか分かるわ、ね、でも僕が一番好きなのはそのさっき言った女房に言えない仏ができて、うん、つまり奥さんに隠して愛してた女の人が亡くなったんだけれども、そのことを顔に出せない、お葬式にも行かれない、でお彼岸になって回り道ってところが好きなの、お墓参りに行ってもう一つお墓を回ってくるっていう体験ですか。いいえ、いや僕が作ったわけじゃないもん。いやでもなんとなくそういうのって体験に基づくじゃない、うん、でついでだからね、田中の小沢翔一が好きなドドイツ、僕は小沢さんとドドイツの話しててね、小沢さんが子供の頃に聞いたドドイツで今でも時々歌ってるのがね、これも若い人にわかるかな、竹取ってわかりますか、あの雨なんか、トヨトヨ塩落としじゃないけど竹、うん、トヨの屋根 の竹取、まあ、昔はあれ竹だったのね、うんうん、でね、ママになるなら竹取りつけて寝たまましょんべんしてみたいこれはね、返しのドドイツがあるのね。でも小沢さんだったら獅子落としになっちゃうじゃないかって気がママになるなら竹取りつけて寝たまましょんべんしてみたい、でそれは返しがあってね、うん、寝たまましょんべんしてみたけれど立ってするほど楽じゃないっていうの、くだらないね。くだらない。なんか病人の歌。それではそういうこと言った後で、でもこの鍵という一文字の台っていうのは珍しいよね。そうですね。昔ありましたね。はい、鍵っていうね、ドラマが。谷崎潤一郎さんでしたね。こちらもそういう鍵なの。あれとは全然違う。全然違う。もう純粋な歌です。はい、どういう鍵かをそれじゃ あの宮城くんの歌で聞きます。はい、宮城くんの新曲鍵です。クラウンレコード宮城健太郎鍵でした。どうもありがとう。